場に立ってしまったの、アレクシス。これから始まる本当の戦いにあなたが巻き込まれてしまう。なぜハルーシア公は突然立ち上がったのだ。たとえ武力で船員を統合されたとしても、傷つかれるのはマリーネ様なのだと。バカな！私は多くの犠牲を払いこの道を歩んできたのだ。今更立ち止まることなどできるわけがない。テオ様はそれをお止めするおつもりです。アレクシス様もその覚悟をされたのでしょう。クラクラリ、クラクラリ。